ゲームラブ。はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日もちょっと忙しくて、運転をしながら、カメラを回させていただいております。いよいよ、明日と、なりました、名古屋大阪遠征なんですが、まあ、気づいている人は気づいてたと思うんですけども、まあ、何日か前のね、動画でも話しましたけど、僕の声が死んでいる説ね。ちょっと2月に入ってからすごくね、まあ、状態ははっきり言って良くなかったです。で、特にそうですね、前回の配信の時が一番状態ひどかったんじゃないかなと思うんですね。もう歌ってる時点でどうにもならない感じがやっぱり自分の中でしていました。ただね、そのなんだろう、まあ、それじゃあまずいわけですよ。演奏を間近に控えていますからね。で、まあちょっと過去の経験なども踏まえてですね、対策をまあ練っておったんですけども、一番良かったのはそこまで症状がね、風邪とか引いてたわけでもないんですけど、まあ、病院に行って治療していただいて、まあ、薬をもらったことが大きかったですね。それのおかげで声がかすれるというか、ね、割れる感じがまあ随分軽減できました。はい。で、昨日少しまあ自主練をしたんですけど、なんか本当いつぶりだろうぐらいっていうぐらい、まあ普通に歌うことができてホッとしてます。いやー、良かったです。まあちょっとね、この後どう変わっていくかは分からないんですけど、とりあえずなんかその自分の領域まで持ち込むことができたというか、まあ要はなんとか組み立てて、ステージを賄うことができそうな気がしています。もうね、本当にちょっと不安でした。まあなのでちょっとね、そのせいでと言ってはなんですが、まあ、準備の方が遅れてます。明日から持っていくものとかね、そういうのが大丈夫なのかなとか、ちょっとホテルの確認とかが全然できていない。そっちはね、ちょっとね、なんとか今日中に、まあ、今日中にするしかないんですけど、終わらせてね、行こうかななんて、まあ、思ってます。はい。ねえ、24日土曜日ね、大阪で石川さんと1年半ぶりぐらいなのかな、また演奏させていただくことになっています。まあ県外でなかなかね、歌うことがない私にとっては本当にすごくいいきっかけになりました。そして関西圏内にお住まいの人に会えるチャンスでもあるのかなと思ってるのと、まあそうですね、今回手伝ってくれる、ね、元相方でもあります石川さんのお友達の方々にも、まあ、ちょっと歌声をもしかしたら聞いていただけるかもしれないということなので、まあ、そこもね、楽しみにしております。まあなんだろうな、あ、そう、ちょっと全然時間がなかったので、まあ、告知ができていなかったので、本当なんだろうな、例えば大阪に今住んでいる人とかは、あ、来てたんだ、行きたかったのにだけは防ぎたいなと思ってるんですね。そう、なんかもったいないじゃないですか、せっかくこうやって出会えたのにね。まあ、なのでなんとかね、来れる人には来ていただきたいなと思ってます。まあ、わかんないけど、どうなのかな、神戸とかは近いのかな、関西っていうのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、そこら辺の方もよかったら来ていただけたらななんて思ってます。やる曲はもうそうですね、
オリジナル曲は基本的にはもう本当に往年の昔のステップアップの曲もがメインになってます。ただ新しい曲も、覚えていただいているので1曲ぐらいは多分ご披露できるのではないかなと思ってます。はい。そして日曜日はね、フォスペラーズとしての配信ライブ控えてますので、そちらもお楽しみにしていただければななんて思ってます。まあこの日はもうゴスペラーズのことだけ考えて歌っていいっていうことなので、こんな幸せなことはねないと思うんです。はい、僕にとってはねめちゃくちゃ幸せな時間なんですよ。まあなので、そちらの方も、そちらは配信ライブのみとなっておりますので、ゴスペラーズのチャンネルですね、ゴスマニアの集いチャンネルからお入りいただければなと思っています。お願いいたします。もうセッティングはジュンさんにお任せしようと思ってるので、もうね庭みたいな場所でしょうから、大阪は僕はもうあの両手を伸ばして、両手を伸ばしてっていうの、では大船に乗った気持ちで楽しませていただこうかなと思っております。はい。まあなんかね、毎回いろいろアクシデントがあったりとか、そのトラブルがあったりとか、まあするんですけど、まあなんとか乗り越えていつもまあうまいことやってる僕なんですけど、いや今回はそのなんかあれなんですよね、そのなんかなんて言うんだろうな、痰が絡んで声が出ないとか、まあ喉がその痛くて声が出ないとか、そういう感じではなかったから、そのアプローチの仕方が分からなくて、まあ悩みましたが、本当に良かったです。もう本当ホッとしてます。そうなんですよね、うまいこと、今回も、まあ、音楽の神様は私を見捨てずにいてくれたのかななんて、思っております。あとはね、無事にたどり着けるのかっていうのが結構大事かな。そっちの方がやばいかもな。いや怖いしね、一人でなんか新幹線とかホテルとかどうなんでしょうね。まあもうやるしかないですよね、こればっかりはね。まあてな感じになっておりますので、ぜひともね、土曜日は現地で、そして日曜日は配信でお楽しみいただければなと思っております。はい、そんな感じで、今日は今の意気込みをね、お話しさせていただきました。あ、そう、遠征中のモチトークはどうするなっていうね声をちょっと聞きました、コンビニに挟みました。一応ね現地で編集してアップするシステムはあるんです。そう、一応現地で編集するものは持っていくんですよ。まあそのままパソコンがあれば簡単なんであれなんですけど、ただほらネットがちゃんと動いてるのかとか、まあ、読めないんですよね、こういうのばっかりはね。まあ、なのでなんだろうな、ダメだった時のためにストックとしてもうすでに3日分の動画は撮ってます。そう、3日分の動画撮ってんの。だからもうそれがダメだった時に上げられるだけの準備をしているので、最悪3日間ダメだったとしても OK。 ただ初日だけは明日の朝アップしてから出かけようかなって思ってます。うん、うまくいくのかな分からんけど、まあそうですね、そんな感じで、まあもうなんでしょうね、バタバタして時間がなかったらちょっとそうはしないかもしれないですけどね。まあそんな感じとなっておりますので、はい、なんとか仕上がりました。明日、明後日、しあさってと、楽しんでいきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは、失礼します。
失礼いたします。